ヨウちゃんとダイヤさん、しばらく部室に来てないけど、どこの浜辺で特訓してるのかしら。ヨウちゃんが前にサーフィンの練習をしてたところだって言ってたから、多分あの辺りだと思うけど。ん？あそこにいるの、ダイヤとヨウじゃない？ほら、あの岩場の影になったところ。ダイヤさん、視線は前に向けたまま姿勢を維持して。波の動きを気にしすぎるとバランスが取れなくなるよ。はい。いけ！ダイヤさん、波に飲み込まれちゃったずら。筋は悪くない感じなんだけど、波にうまく乗ろうと思いすぎてかえって力が入っちゃってるね。お姉ちゃん大丈夫？ダイヤさん。もう1時間が経ったね。少し休む？いえ、もう少しやらせてください。せめて波の上で安定させる感覚だけでも掴んでおきたいのです。うん、わかった。じゃああと1回で、それが終わったら休憩だよ。ほんとダイヤは何事においても真剣で努力家よね。だけど、うん、実は私もマリと同じことを心配してるんだ。どうしたの、カナンちゃん。ダイヤさんのことで何か気になることでもあるの？いや、練習の仕方は間違ってないんだけど。ねえチカ、それにみんなもちょっとだけ協力してもらってもいいかな？協力？休憩終わりですわね。さあ練習に戻りましょう。ダイヤさん、さすがに疲れが溜まってきてるようだし、もう少し長めに休みよう。お姉ちゃんって、ルビーちゃん？それにみんなも、そんな格好してどうしたの？あのね、ルビーたちもボディーボードに挑戦してもいいかな？ダイヤさんが練習してるところを見てたら、私たちもやってみたくなったんだ。せっかくの練習の邪魔をしてごめんなさい、ダイヤさん。少しだけここの浜辺を使わせてもらってもいいですか？それはもちろん構いませんが、ボードは私が今持っているこの1枚だけしか。だったらみんなでシェアして使いましょう。独り占めは良くないわ。それじゃ一番は私ね。よーし、頑張るぞ。チカさん、それを皆さんがお使いになられては私の練習が。まあまあダイヤ、まだ日が暮れるまで時間があるんだし、その間は休憩しててよね。ああ、わかりましたわ。ヨウさんも申し訳ありませんが、それでよろしいでしょうか？もちろん。さすがカナンちゃん、こうすればダイヤさんを休むしかなくなるもんね。ダイヤは放っておくとオーバーワークになるまでやり続けちゃうからね。それにチカたちのやってるところを見れば、今足りないものに気づくんじゃないかなって。うん、いい感じ。あとは力を入れすぎないで波の流れに合わせて。わかりました。できる。惜しい、あと少しだったのに。でも最初の頃と比べると随分上達したと思うよ。ただ波に乗ってボードを操作するときにちょっとタイミングがずれるんだよね。行きますって言ってから半歩遅れるっていうか。申し訳ありません。もう一度挑戦させてもらってもよろしいですか？気持ちはわかるけど、今日はこの辺にしない？そろそろ水温も下がってきたしね。仕方ありませんわね。カナンさん、このボディーボードお借りしてもいいですか？家でも練習してまいりますので。お姉ちゃん大丈夫ですわ。必ず本番までに波に乗れるよう努力いたしますわ。